母親と妹が統合失調症になり、私は後々うつ病になってしまいましたが、家族が精神的に病むと遺伝的なもので、私のように精神的に病みやすいんでしょうかとそうですね。だからあの、統合失調症とうつ病の、えー、遺伝子はですね、ある種その共通するところが結構あったりしてあの、精神的な脆弱性が似ていたりするってことはありますね。だから、遺伝性っていうのは、 えー、ゼロではないといととうことがあります、はい、で確かに家族の中に病気の人がいるとうつになりやすいってことも相対的には分かって相対的なリスクが高いってことも分かってますねはいだからあの不運っていうものが連鎖しやすいっていうのは確かにその通りですねだからなんかなんかねついてないところはどんどんついてなくないように見えちゃうっていうのもあるし順調にいってるところはどんどん順調に 言っっててるよよううに見えちゃうっていうことですよね、うん、なんかそういうその世の中のの中不平等っていうはだから臨床しているとですね本当にそういう世の中ってそういう不条理というかそういうものがあるなっていうのは本当に感じますね。世の中っていうかそれは社会っていう意味じゃなくて生物という生物学というか地球というか。 我々が生きてる世界っていうのはそういうものがまあ含まれてるっていうのはまああるなと思いますね。うん。はい。うん、なんかすいません。なんかこんな感じで。